撃発見、撃破する。行くぞ。今だ。続きます。出番だな。私の番。任せろ。マイセイダンスだ。続きます。よくやったなエリゼ。兄様ありがとうございます。よしやったぞ。エリゼ、大丈夫か？兄様、はい、どうかご心配なく。さて、始めるか。俺の番だな。よし、行きます。マイ、アークス駆動。任せろ。そうだよ。はい、よっ、よし、はっ、行くぞ。よし、これで大丈夫だ。良さそうな宝箱だな。こちらの先生ですね。任せろ。俺の番だな。ダンスだ。続きます。私の番。出番だな。行くぞ。戦闘終了。さ、とっとと片付けようぜ。マイ、出番だな。私の番。ここです。俺の番だ。出番だな。行くぞ。よし、これで大丈夫だ。とっとと片付けようぜ。マイ、よし。お、私の番ですね。アークス駆動。はっ、それ行くぞ。アークス駆動。出番だな。よっ、敵発見、撃破する。行くぞ。せい、私の番。よし、マイ、今だ。続きます。よくやったなエリゼ。
少し吹雪いてきたな。さて、始めるか。行くぞ。アークス駆動。行きます。出番だな。やっ、そろよ。任せろ。俺の番だな。よし、これで大丈夫だ。もっと精進しますね。出番だな。マイターン。よし、これで大丈夫だ。ヘイ、敵発見。行くぞ。よし、私の番ですね。よし、よし、これで大丈夫だ。よし、掴んだ。宝箱だな。さて、始め。俺の番だな。チャンスだ。行くぞ、エリゼ。わかりました。任せろ。行きます。マイ、今だ。続きます。任せろ。なんとかなった。良さそうな宝箱だな。はい、とっとと片付けようぜ。私の番だ。よし、マイ、よし、私の番だ。行くぞ。任せろ。行きます。皆さん、お疲れ様でした。Thank you.
みんな油断するなよ。参る。青き炎よ、我が剣に集う。集う。任せろ。さてと一丁やるか。こいつは効くぜ。リベリオンストーム。私の番ですね。マイル。アークス駆動。出番だな。任せろ。そらそら、俺の番だな。そこだ。さあダンスだ。続きます。行きます。アークスクリいくぞ。せい、チャンスだ。続きます。出番だな。はっ、いきます。俺の番だな。出番だな。よっ、行きます。アークス駆動。やっ、行くぞ。やっ、出番だな。俺の番だな。やっ、任せろ。お、そうだよ。任せろ。こいつを食らいな。
シュート！行くぞ。はっ！私の番ですね。やっ！行くぞ。燃え盛れ。熱！今だ！ここです！トバルさん！任せろ！セイ！フン！今のタイミング、バッチリだったな。ええ、トバルさんのおかげです。もっと精進しますね。灰の騎士バリバール。ある程度まで回復しているみたいね。今度はもっとうまくやりなさいよ。ああ、分かってる。バリバール、改めてよろしく頼む。目標は前方、魔皇兵。承知した。ただし、活動可能時間はおよそ300秒程度。心してかかるがいい。こいつが灰の騎士、トリスタの防衛戦で活躍したっていう代物か。本当に兄様が動かしているんですか。エイゼ、トバルさん、ここは俺が引き受けます。一旦下がってください。分かった。お嬢さん、ここは危険だ。一旦離れるぞ。地を一刀流、無天下だ。さあ、行くぞ。さあ、準備はいい？
この調子よ。それはまだ早いんじゃないかしら。この声はまさか。クリアノス、デートとあの映像で見た。こんにちはリーン君。デートのブティック以来1ヶ月半ぶりかしら。こいつは鳥が喋って。ビータにクリアノス、よくも抜け抜けと現れたわね。いいえ、こう呼ぶべきかしら。結社見喰らう蛇の第二使と青の深淵ビータ・クロチルダ使と結社の最高幹部か。久しぶり。妹さんと遊撃士さんとはお初にお目にかかるわね。グリアノス越しで失礼するわ。ミスティ、いえクロチルダさん、どうしてここが分かったんですか。こちらも君と灰の鬼神の行方を探していたところでね。内戦が始まってから1ヶ月動向を追っていたんだけど、この地の魔公兵の稼働を感知してやっと居場所を突き止めたってわけ。うかつだったわね、こんなに早くバレるなんて。クロートの一騎打ちもこっそり拝見させてもらったわ。初めて乗った割にはよく頑張ったみたいだけど、正直実力差としては
大人と子供の戦いだったわね。クロウとあの青い鬼神は今何をしているんですか。士官学院のみんなはあれからどうなったんだ。兄様、クロウはいろいろと忙しくしているみたいよ。青の騎士、貴族連合のジョーカーとしてね。でも残念ながら君のお仲間のことは知らないわ。あの子もエマも身を隠しているみたいだし、そんなに知りたいなら。え、この音、銃声か。あら、早かったわね。アルバレア校の雇った両兵部隊、皇女殿下の身柄の確保も時間の問題かしら。両兵がユミルに。姫様が。やってくれたな。そちらの動きについては私は無関係なのだけど。でも急ぐといいわね。一生懸命走ればなんとか間に合うかもしれないわよ。言って。おい、グズグズしている暇はなさそうだぞ。殿下や里のみんなが危ない。急いでユミルに戻ろう。はい。両兵団、一体どこの連中だ。姫様、父様に母様も。とにかく急ぎましょう。
ユミルで銃を。とっとと片付けようぜ。はい。行くぞ。今だ。もらった。任せろ。行きます。マイ。よし、うん、今だ。試合。行くぞ。行きます。任せろ。崩れたぞ。試合。今のタイミング。よし。銃の音。外に火が。かなりのランクの弾が入り込んできてるのか。姫様。息がある。男爵閣下は生きてるぞ。待ってろ、すぐ応急処置を。こっちも気を失っているだけみたいよ。ええ、先ほど当て身を受けてしまっただけです。おば様、しっかりしてください。父様、母様。
兄様、よかった。大丈夫ですか、兄様。すまない、エリゼ。俺はまた自分を見失って。いいえ、いいえ、兄様はちゃんとこうして戻ってきてくれました。それ以上に大切なことなんてありません。エリゼン、すまない、本当に。おば様、大丈夫ですか。おば様、はい、おば様たちのおかげです。本当に、なんてお礼を言っていいか。やれやれ、こっちは平気そうね。ドバルさん、父様は応急処置はしたが、それでもかなりの重傷だ。すぐにでも治療できる場所へ運んだ方がいいだろう。そんな、父さん。やれやれ、先走ってくれたものだわ。結社の第二子とまだ絡んでくるつもりか。一応心配になって様子を見に来たのだけど、しかしアルバレア校も面倒なことをしてくれるわね。よっぽど開演校を出し抜きたいんでしょうけど、さすがに切削だったわね。人ごとみたいに。そう怒らないで。お詫びと言ってはなんだけど、今後片付けをしてあげる。さあ、お眠り、坊やたち。母の腕に抱かれて愛の沼へと沈みましょう。子守歌。いや、これは、そのまま山を下りなさい。アルバレア校にはユミルに異常なしとの報告を。はい、ママ、うん、たまげたな。これが魔女の力ってやつか。騒がせてしまったお詫びよ。これでしばらくこの里は目をつけられないでしょう。この程度の埋め合わせじゃ許してくれないでしょうけど。そのミスティさん、あなたは。油断しちゃダメよ。この女はそんなに甘くないわ。目標を補足しました。エリゼ殿下。しまった、あなたが。ダメね、君たち。お姫様たちから目を離すなんて、ナイトとしては失格よ。離してください。拘束完了しました。第一、第二目標と認定、任務達成と判断します。なんだお前は、一体どういうつもりだ。それにその人形はミリアムってこのあれと同じだが、あんたが連れてきたってことは結社の執行者ってところか。質問の意図が不明です。この子は結社の一員じゃないわ。とある筋から貴族連合へ送られた裏の協力者といったところね。
帝国解放戦線に西風の旅団、そして我がミクラウヘビと同じくやばい名前を次々と。さしずめ、私は意地悪な魔女、この子は案内人のクロウサギといったところかしらね。それごと。クロチルダ様、撤退の指示を。この地にとどまる理由はありません。ええ、行きましょう。ふざけるな。二人を離せ。すでに物語は始まっている。あがいて苦しんで幾多の試練を乗り越えて、青の騎士の待つ舞台に見事たどり着いてみせなさい。楽しみにさせてもらうわよ、リーン・シュバルツァー君。うわ、待っていてくれ、二人とも。絶対に取り戻してみせるから。何が見えるかね。これは海炎光、それに青の騎士殿。どうかね、ルーファス君。遥かな高みから地上を見下ろすというのはなかなか愉快なものだろう。それが勝利の決まっている戦場の空ともなればなおさらに。いえ、私ごとき若輩者にその余裕はとてもありません。今この時も地上は戦火と硝煙の匂いに満ちている。それを思えば領民たちのことが気がかりでもありますから。その若さで何とも思慮深いことだ。さすがはアルバレア公自慢のご子息といったところか。お父上も君の働きぶりにさぞ鼻の高い思いをしていよう。もったいなきお言葉、未熟な身ではありますが、主催たる閣下の期待に添える働きをさせてもらう所存です。頼りにしているよ、貴族連合軍総参謀殿。混乱にあえぐ民のためにも我々は力を結集し、迅速に戦を終結に導かねばなるまい。今後の戦略はまとまっているだろうね。帝国全土の支配率は今や6割に達しています。ですが未だ正規軍も5割の戦力を残している状況。残存する機甲師団を東西でいかに分断するかが今後の鍵となるでしょう。結構そのための君であり、気候兵部隊というわけだ。オーレリア将軍にオーレス准将、両方軍切っての英雄たちもいる。歌姫殿や多くの協力者たちも我々に力を貸してくれている。勝利は目前、そう思わないかね、クロウアームブラスト君。どうだかな、
言っておくが、鬼神だって万能じゃない。ガレリア要塞を消滅させちまったクロスベルの神器だったか。あそこまでの非常識な力はさすがに持ち合わせていないしな。我らが騎士殿は随分と謙虚なことだ。まあ今はクロスベル方面とわざわざことを構える必要はない。ギリアス・オズボーン、愛おしくも忌まわしき我らが宿敵はすでに倒れた。当面は帝国という器を濁らせてきた泥水を徹底的に洗い流すとしよう。貴族による支配というあるべき姿を取り戻すためにもな。御意に。そうそう、もう一人の騎士についてだが、そちらもなんとか引き込めないか策を講じているところでね。チキたる君にも協力してもらうかもしれない。ま、考えておいてくれたまえ。了解だ。そこまで甘くはない。そう言わんばかりの顔だね。まあな。鉄道憲兵隊に情報局、正規軍以外にも厄介な連中がいる。赤き翼も取り逃がしちまったし、それ以外にも動きがありそうだ。あんたの弟もそうだが、甘く見ない方がいいんじゃねえか。せいぜい公爵家の気骨を見せてもらうだけさ。我が弟もそれくらいは心得ているだろうしね。それに それを打ち砕くための諸君だ。そうではないかね。だがこれも戦場の常。まあせいぜい派手に盛り上げさせてもらいますわ。私たちはあくまで一時的に協力するだけですわ。美しき花火が存分に見られるといいのだが。まあほどほどに手を貸してやるさ。確かにこの化け物ども相手じゃ万が一もありえねえか。そういうことだ。獅子戦役の再現、裏側の方は君たちに任せた。相手は子供たちに赤き翼、そして遊郭の若獅子たち。それでは存分に心ゆくまで盛り上げてくれたまえ。Bye.
く刃に刻む奇跡。